前ずっと持っててきて、まだポンの、いや、そのなんか、なんて言っちゃうなんかそう、俺すごいよく言われるけど、俺別に、なんかその、なんか俺の中学の時とか高校の時、お前らどういう想像しとんのか知らんけどさ、俺別に告白されるようなタイプの人間じゃなかったけさ、なんかも、モテと、なんか俺の中のやっぱモテるって、女からいっぱい告白されるやつと思うよね。おったやん。なんか学生の頃もさ、あいつまた告白されてるわ、とかさ、うわ、あいつまたあれ告白や、告白やけみたいなさ。いや別に俺そのタイプじゃないけ別に。その、え、だってさ、その告白されるタイプって爽やかなスポーツな、ギンタみたいなやつやん。わかる？なんか、ギンタとかワキみたいなタイプやん。ずっと告白されるタイプってさ、俺とか、わかる？社長とか、丸とかって、そういうタイプじゃない？わかる？その、ね、やけん、別に告白本当にされてない人生で。好きだから付き合ってくださいって、俺、本当に言われたことないぞ。マジで。本当にない。それ見ていいなと思ってたよ。ずーっと学生の頃、なんかいいなあいつばっか告白されるみたいな、なんか。そう。やけんなんか、シンプルに、そのなんか、めちゃくちゃモテるとか言われても、いや、そうです。めちゃくちゃモテん。やけんなんか、そう。脇とか鬼ほど、いや、あいつが学生時代一番モテるタイプや。わかる。なんか、スポーツできて、なんか性格も優しくて、わかる。なんか、尖ったことも言わずに、俺とかだって、あれ、俺、高一の入学式の時に、なんか女の子マジ可愛くなかったっちゃん。で、入学式の時なんか、隣にできたなんか仲良くなったやつ、お前、うちのクラスお前、ゴキブリみたいな面して同じ子おらんな。うわーって言って笑っとったの、横の女の子に惹かれてめちゃくちゃ嫌われてたからな。普通に。ブスしかおらんぞっつって、お前、ゴキブリみたいな女しかおらんな。うわーって言って笑ってたら、そういう普通に聞かれて、普通に広められて、普通に嫌われてたからな。マジで。そう、終わってんだから。だから別にそう、モテてないとって。やけ そうそうそう。お、あいつはマジで終わってるみたいな、そう、最低だみたいな。その、扱いを受け取ったけん、そう。やけ別に俺もう、モテてない。そう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 。そうよ、カメラ回ってないジュキヤと一緒、マジで。そう。カメラ回してないジュキヤなんだから。そう。終わってる。俺の15歳とか16歳の頃のデリカシー死んでんだから。そう。別になんか、なんて言っちゃろう？だけ、そうなんか、そんなことないぞ。そう。安心して。やっけ、それは煩悩あるよ。いいなってなるさ。心の底から思っとうことを今も昔も言い続けとうだけ。今は人に対しての配慮がちょっとだけある。昔は本当に何もなかった。ただそれだけ。しょうがなくない？だって15歳とかだぜ。あった？ 15 歳とか16歳の頃、他人への配慮の気持ち。ある奴がモテとったとよ。ない奴はモテてないだけ。俺はなかったけど、普通にモテんかった。ただそれだけ。そう。簡単な話。本当の話はなんで俺ここで嘘を言うんだ。そう。羨ましいよ。マジとんでもないよな。